はい、どうもこんばんちは、うかでございます。というわけで今回はですね、実況パワフルプロ野球1999、開幕版やっていきたいと思います。なんでやるかっていうと、実を言うと、ほんと知ってる人は知ってるとは思うんですが、タイムスリップして社畜になるというシリーズがございます。そちらなんですけど、実を言うと、クリアせずに、で、できずにね、シリーズが終わってしまったんです。それがずっと俺の頭の中で言うのも、なんか、もう、つっかえてたのよ。今までは何かしらひたすらもうクリアしてやってたので、できなかったんだよね。ちょっと今回は、リプレイというか、リベンジやっていきたいと思います。はい。パワフルブースさんに入社します。ということでね。名前は、こうやって開けて、ウカ。もう一回ウカでいきます、最初から。はい。で、一応俺大学生なんで大学卒です。で、一応キャッチャーでやっていきたい。右投げ右打ちね、俺ね。で、クラウチングスタンダードかな。スタンダードで、マニュアルでいきます。自分で成長させる感じで。で、キャラはこれで。はい、いきます。もうね、もう本当にね、ずっとね、もう気がかりだ、もう悔しかったのよ。ね、やっていきたいと思います。俺の名前はウカ。子供からプロ野球選手になりたくて、少年時代は白いボールばかり追いかけてた。高校、大学に行っても野球が青春だった。楽しかった学生生活はあっという間に過ぎ、みんな自分の進路を決めていた。しかし俺だけまだ進路を決められないでいた。もしかしたらプロへ。ドラフトの日を待った。そしてドラフトの日。俺は電話の前で奇跡を信じた。しかし、電話は鳴らなかった。だがプロへの思いは変わらなかった。俺は社会人野球に最後の青春をかけてみることにした。ということで、まあこうやっていろいろあるわけですよ。こんな時間じゃないか、遅刻してしまう。で、やっと矢部くんと会うと。もしかすいませんね、ヤンス。ちょっとどうやって飛ばすんだっけ？スピードアップ、スタートか。飛ばします。まあこうやってやっていくわけだ。私がパワフル物産野球監督、そして社長の大和玉吉くん、玉吉さん、よろしくお願いします。キャプテン島田栄作さん、よろしくお願いします。はい。頑張ります。ということで、とりあえず体力ないんで休みますね、まずは。オッケー。ルカ君は確か野球部だな。はい。仏島部長。野球部で社員だ。決められた期限にちゃんとね、仕事しなきゃいけないのよ。はい。たくさんあるじゃないか、つってね。で、ここで新しくやってきたのが、嵐山先輩。みすずさんかな、そういう言い方した方がいいかもしれない。ということで、まず期限までに、まず最初仕事をパッパと終わらせたいと思います。はかどらなかった。はかどらなかったか。まあ、こうやって監督の評価上がってくるの大事なんでね。新入社員。もう、桃井凛さん。凛ちゃん。ねえ、もうここで恋の季節やんすんなんて。ちょっとパッパとやっちゃいましょう、仕事は。早くやりに越したことはないでしょ。はかどらねえな。まあ、いや、で、これで監督と、島田先輩。はい。これでよ。イカリくんがやってくると。この時のイカリくんはなんかこう、すごい、ちょっと嫌みったらしい感じがあるんですよね、まだ。最近のイカリくんはすごいなんかこう、若干確かに嫌みっぽさはあるのよ。あるけど、やっぱイケメンな面がたくさん出てていいなと思います、本当に。ちょっと飛ばして、よいしょ。暇つぶし、つってね。まあ、頑張ってやっていきたいと思うんですがね。絶対勝つのよ。頑張ります。イカリ君に勝つ。そう。で、そしてプロに入る。絶対に。はか、終わらねえな。ちょっと一回仕事やろっか。初めての給料。茶碗だけを。茶碗送る、茶碗。そうそうそう。送る送る。うん。お前かい、つって。いいもの送れてありがとうね、つって。うい。で、ちょっとだけ、練習します。ちょっと待って、様子見よっか。自分の能力。今は、でも悪くないんだよね、やっぱり。じゃあ、パワー上げ、とりあえず、パワーはもう、いらないんだね、技術ポイント。OK。だったら、うずたい伏せ。よしよし。でも技術ポイント下がるんだよな。まあ、しゃあないけど。うい、怪我には気をつけろ。うい、終わりました。高熱では下げられるのはリアルなんだよね。2週間なんかもう、片付けようか。どうだ。よっしゃ、新人達成終わった。よし。元素コピー機、ポケット自転車。ポケット自転車気になるな。ポケットに入れて持ち歩ける自転車。ナムチャな。すごいな。シャキシャキ見つけた。プロに進むためです。お前もそうか。俺、アマチュアで最高レベル。そう。プロさ、厳しい。そう。ねえ、だから、
俺の人生ちゃんと人生考えてね、生活していこうじゃないか。全財産2万7000と状況、頑張ってやっていきたいと思います。これから大会のスケジュールでは、マネージャーがいれば、マネージャーは、じゃあ、りんちゃんに頼んでみます。マネージャー変わってんだ、つってね、どうだ。ちょっぴり考えさせて、うん、そうね、キャプテン。そう。それまで俺のマネージャーやります、ということで。俺がやる羽目になったと。一回戦でもな、多分、俺、どうだろう。目指すは、優勝だ、うおー、パワフルファイトー、いいね、パワフルファイトーっていうの。ちょっとこれで、ちょっと、仕事がで、でもなんか、やりすぎると、なんだっけ、部長ぐらいのレ、部長まで上がるわけですよ、自分が。レベル、なんていうかこう、立場がね。そうなっちゃうと、キャプテンになりかねないわけですよ。キャプテンになると、ちょっとめんどくさいんでね、今回、自分だけの操作じゃなくなるので、ちょっとそれは勘弁したいのでね。だからほどほどに、やって、やりす、ね、仕事のやりすぎはよろしくない。かといって、やらなすぎるのも良くないという。能率のいい練習しないったらいい道具、そうね。だから道具もちゃんとショップで考えて。うん、ただ赤字、借金するのは嫌だからな。まあ、でもやるか。購入費やって9万、じゃちょっと買いましょうか、ショップ行って。一応標準級。標準、オーランドグラブ買っていこうかな。あとインパクトパワー、これだけでいいかな。とりあえずはこれで買います。よし。で、仕事して、あ、まあはかどらないんだよね。どうやって飛ばすんだっけこれ。なんかね、もうちょっとパパと飛ばしてほしいんだよね。みんな頑張れ。まあ負けちゃうんだけどね。お金使いすぎには気をつけよう。この扱い、うわーいつ、お金が借金か。一気にお金貸してくれない、しょうがないでやんすね。給料日に返してくれてやんすよ。ありがとう。1万円、そ、これじゃ足りないな。どうしよう。足でし、うーわー。やばいやばいやばい。あー、評価下がってた。これ、買うんじゃなかったな。序盤は買わない方がいいのかもね。あー、そんな気するわ、もう。そう、お金返して。で、ちゃんと島田先輩にも、あれ？まあいいや。もしかして、あ、僕とドライブしませんか？練習。おぉ、そう、怒りスタジアム、両翼100メートルとか、なんかすごい。そう、3球、ヒットでも、ただなんか全然育ててなかったからな、大丈夫かな。まあ大丈夫だと思うんですが、一応ちょっと確認して、怒り君には勝ちたいな、やっぱり。序盤勝つか負けるか。ちょっと待ってね、これで、あ、あ、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、タイムで、コントローラー設定で、デジタルモード、アナログで動くはず。よしよしよし、これ OK。よしよし、さあ行こうぞ。行こうよ、行こうよ。てい！あー、ダメだ！一球無駄にしたのも痛かったな。まあ、しゃあない。最初だから。いや、最初だからっていう言い方もいかがなものかと思うが。でも考えてみたらだけど、俺の能力さ、色があれだからわかんないけど、これ。もしかしたら天才型かもしれない。ちょっと能力上げてみましょう。どれどれ。ま、70。あー、まだダメか。よし、パワー D。いきなり DD だもんね。ワンチャンあるもんな、これ。ゆっくり休んで。何？ちょっとついてきてみようかな。何してんだろう。うん。なるほどね。仕事の評価もどこあるっていう話で。人事異動の発表関係なかった。そうね。まだ全然何もやってないですから。ちょっとやりましょう。ポケット自転車。うん、はかどってほしいんだよな、せっかくだったらさ。そう、やる気上がんのいいな。そう、借りたもんは返す。そう。うん、かっこいいね、やっぱ島田先輩。何か用あんのかな、つって。でも、パワースポさん。かっこいいとこ見せれば明日パワースポ、頑張るぜ。パワースポさん野球部。どうだ。あー、島田先輩記事。まあね、でもやる気上がるのいいね、こうやって。普通下がるもんかと思ったけど、やっぱり、こう、自分のなんかこう、モチベーションの良さ、あ、借金、また借金？おー、矢部くんごめんね、ほんとに。うーわ、参ったな、生活厳しいぞ。あ、はかどった、よし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 。ちょっと、おーっと、失礼、マイク。しばらくこれで、練習に集中できるな。じゃあ、走ろう。スプリントかな？スプリント。だね、よっしゃ、ダッシュ系、オッケーオッケー。
今月の給料、オッケーオッケー。はかどってますよ。で、よいしょ。肩アップ。で、あと守備も D にしておきましょう。せっかくなんで。休む。そうだ、闇金にお金借りてたんだ。書いたもん返すんだよ。貸したいこと、こと忘れてた。そのまま忘れてくれよかったな。ねえ、ガチャ、何？やべくん、どうした？なんだよ、どっか出かけるでやんす。暇じゃん。どっか行こうか。野球見に行く。お！なになに？また来るでやんす。おー！まあいいや、やる気。で、ちょっとやって、もう一回スプリントで、で、守備力上がらず、これで。シャカ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 。何もないです。あー、お金がね、500円やべく、ほんとごめんね。うん。500円ないんだわ。ほんと申し訳ねえ。うん。マジクソだな、俺人間として。ほんとに。おお、めっちゃはかどった。オッケーオッケー。よしよし、これでまた余裕、こけるな。守備はどういったんだ？ポジティブシンキングじゃねえだろ。玉磨き？玉磨きやってみっか。あー、精神ポイントか。まあいいや。オッケー、借金入って。後でちょっと矢部くんに返しておかないとね。スタメンから。ベンチ入りはないか。まあ、1年目だしね。うん。4年目ぐらいにはもう多分終わっちゃうから。あ、完成しちゃった。結構余裕あって終わっちゃったな。よしよし。新商品、何何？自動販売機。水力自動車。元素コピー機。これいこうか。自動車作ってあるよ。ガソリン代わりに水で力で動く。これなんかさ、意外とこれはありえそうなんだよね。そう、借りたもの返さなきゃだよ。うん。宴会するわ。一回だけ行って帰る。これは、金かかるからね。疲れが溜まった。で、もう一軒行くよ。もちろんあったも来るよね。行かない。ということで、切ろう。明日のことは明日に考えやがれ。稲妻チョップ！なんていうか理不尽な。まあ、少年よ、これが社会だ。とだけ言っておきましょう。俺もそんな詳しいことは、偉そうと言えないんですが。よし、頑張れ。負けてしまった。俺が出てきた勝つために、ほんとこの、愛者、これで、ようやく黒字か。もう、で、これで、守備、守備。技術が足りねえな、圧倒的に。まあ、でも頑張って上げていこう。はい、というわけで、まあ、じゃあこんな感じかな。次回行きたいと思います。見てねー。じゃあねー。